まだ僕を待ち続けてるだろうか。僕は虹に背を向けて歩いてゆくことにしたんだ。はい、横田博之の親指姫のその前にということでですね、今日の相方がですね、ちょっとまだ、到着しておりませんで、もう間もなく、56分にですね、1時56分に北千住駅、到着という予定でございますので、迷わなければすぐに来るかとは思いますが、皆さんこんにちは、横田博之でございます。今日も14時を回りました。今日は4月の8日、はい、金曜日でございます。金曜日の夜を夜じゃないな、昼を独占するということで、横田博之のオンフライデー。今日は第2火曜日じゃない、金曜日、ちょっといろいろと映ってますけれども、第2金曜日ということで、特番のですね、今日はここにハグハグ女神が来るはずなんですが、ちょっと今お待ちいただければということで、先に進めていきたいと思います。この番組は朝、ごめんなさい、どんどんと知ってますね。この番組は入谷吉文字門前の土屋での提供でお送りいたします。ということで、やっと晴れた感じですね。ずっとね、桜が咲いてから、雨ばかりで、昨日もちらっと、午後から青空が、見えたかなと思うとまた暗くなったりしまして、でもう桜もおしまいかなと思ったんですが、今日電車の中からまだまだ、ね、満開、桜吹雪なんていうのを見かけてますんで、今日まだまだ、お花見もできるのかなと思います。大阪の方ではね、通り抜けが今日からだっけな、うん、私も大阪住んでた頃よくね、通り抜け歩いたものです、小さい頃ですけれども、それがお花見だと思ってたんで、あんまりご座敷いて、やるお花見というのをですね、小さい頃は経験したことなくて、今年はいかがでしょうか、皆さん。お花見、雨の中やったとか、見切り発車でやったとか、大変だった人もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、ということで、今日はですね、女王があって、その後、15時からは小笠原美穂さんの、親指姫の金曜日ということで、2回続けてやっていきたいと思います。先週もちょっと取り上げました。それから 3.11 の時も取り上げたんですけれども、地震の予知ですね、ずっと引き続き、チェックしてるんですけれども、最近結構やばいかなという気がしてます。おじさん埼玉さんというね、3月11日に来てくれたゲストの方で、地震予知の、ブログがあるんですけど、有料なんですよ。で、私は有料版の方は入ってないんで、無料の方の、一言っていうのをずっと見てるんですけれども、確かね、3.11 地震があった時っていうのは、地下水の水位、これが上がるんですよ。で、それを観測してて、18回連続上がったところで確か地震が起こってたのかな。で、今ね、見てると15回ですかね、上がってるっていう感じですかね。なんか結構海外の地震とか、この前も三重の方でちょっと大きな地震あったやつ、この辺はおじさんサイトも当ててらっしゃるんですよ。で、まあ、要注意だなということで、毎日チェックをしながらですね、見てます。まあ、今日あたりはまだまだ、日本では大丈夫かなというようなことなんですけれども、皆さんもできればチェックして、起こるのは起こっちゃったらね、しょうがないんだけれども、備えておけば結構ね、いいと思いますんで。ということで、今日はですね、どんな番組になるのやらと思っていたんですけども、相当エロな話で、今までも番組の中で結構ね、愛の泉さんが来てた時なんかもそうですけれども、あの時11PM みたいな番組やろうよみたいなことで、ちょっと大人の、ちょっとまあエロチックなというか、ね、そういう大人の話でやろうじゃないかなんて、あの時はここに配線を置いて、一杯飲んで洗ってご返杯なんていうのやってたんで、もうベロベロになりながらですね、
やってたんですけれども、あれは残念ながら今もう見れないんだよね。ね、ちょっと去年の8月より前の、映像っていうのが今見えなくなっちゃってるんで、残念ながら比較できなかったんですけれども、それに匹敵するような形になるのかななんて思ってます。ここでも結構変な番組ありますよね。僕もこの前なんだっけ、さくらんぼ通信あれ見てぐわっと思ったんだけど、うちの番組もそれに匹敵するようなことをやろうかと思っております。じゃあいらっしゃる前にそのハグハグ女神さんのことをちょっとだけ、お話ししてみようかな。ですね、去年おととし14年の、確か6月の27日おお来た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 、遅くなりました。はい、ということで、いらっしゃいませ。お久しぶりです。お久しぶりでございます。この格好でこの格好でこう来たんですね。こう来たんですね。素晴らしいですね。来ました。はい、はい、この頭をね触ってみた。あ、どうぞ。わはい、はい、はい、ご紹介しましょう。はい、どうご紹介したらいいの？一応はい、タスキ持ってきました。あ、今日は、はい、じゃんお、カオルニソレ、カオルニ、はい、クンニです。クンニさん、はい、これ全部手書きなんだよね。あ、そうなんですよ。そうなんだよね。素晴らしい。何本も作ってるんで、はい、何十本もね、うまくなっちゃうはい、はい、ということで前回登場されたのが、2014年の6月27日、でその時はオールライト日本でそこで、来ていただいたんです。その時は阿波古事記研究会の三村さんからのご紹介だったんですね。ということで、それ以来、僕はそれ以来、新井よしこさんこの前お会いしたみたいですね。あ、そうですね、門の会で、はいはい、ということで、くにさんでございます、はい、よろしくお願いいたしま す, しいします。はい、ありがとうございます。さあ、はい、この2年間で、はい、いろんなことがあったよう、本当ですよ、です ね, ね, ね、本当に、はあ、でこの前2年前のプロフィールをちょっと、昨日もちょっとアップしたんですけれども、はい、見た時と、今との間、この2年間にどんなことがあったんですか？まずは離婚、離婚ねそうですね、2014年の、6月でしたよね、お会いした。その1年後の2015年の6月3日に離婚をしました。1年後、はい、あの頃はね、関係修復してこうやって頑張っていくんだみたいなお話だった時だよね。そうなんですよ、でそれからまあいろいろと、いろいろと、ハグからここまで来るのには、いや、ここまで来るのが本当に一瞬で一瞬で、3月の13日にこの、なんだろうな、見せましょう、はいはいはい、これ私人生初いただいたトロフィーなんですけど、トロフィーなんてもらったことなくて、すごい嬉しくてアップしちゃったんですけど、はい、じゃん、こちらです。はい、はい、全日本国選手権、第3回しかもなぜか第3位いただいてしまって、もう訳が分からない展開で、はい、訳が分からなかったです、僕も、ね、そうなんです。はい、その道では有名ななめだるま親方とかですね。そうなんですよ、はい、いや、本当にエキシビジョンで、その見るのも初めてで、見るのも初めて、するのも初めてって、もう本当全く意味がわからないんですけど、そうですね。状況はあんまりよく、実況であれ見れてないんですけども、やっぱりあれはパカッペロっていう感じなんですか。はいね、いや、まずちょっと参加の経緯から、はい、はいはいはい、参加の経緯から、はい。私ハグを教えてたんですね、はいはい、それでハグを教えていた教室に来られた JKB さんっていう JKB さん、女性の方がいらして、でその方が第2回 の, その全日本国選手権で優勝されたんですよ、はいはいはい、わあすごい方だったんだと思って、で第3回があるって お伺いしてて、あ、じゃあ私もうそれすごい気になるから見に行きますとか言って、でも第全日本国選手権っていう
そのフェイスブックページのご案内が来てたんですけど、うん、そこに参加ボタンを押すこともすごい恥ずかしくて、うん、押したら自分のフィールドに上がるじゃないですか。そうだね、そうだね。すっごい躊躇して、うん、でも私のお友達の男性で、うん、人生恥ずかしいこと以外する意味がないってこう言い切られてる方がいらして、はいはい、私でもその言葉大好きで、うん、まあ、本当にそうだなと思って、うん、すっごい恥ずかしいけど押そうと思って、うん、参加って押して、うん、自分のフィールドにその、うんうん、全日本国選手権第3回に参加しますっていうボタンがポンって出たんですよ。もうすごい恥ずかしいと思ってたら、でその3日後ぐらいに朝起きた時に傍観者になるなっていう声が布団から起きた時に天の声として、はいはい、天の声届いてきて、私叫んでたかもしれません。そう違うか、で、うん、うわっと思ってこれ見るだけじゃダメと思ってこれ参加しないとダメと思って、でも私あのこの啓発してから、うん、その神様の声じゃないですけど、うん、自分じゃ思いつかないような声が、うん、パーンって降ってくることが、でしかもそれは自分のことだけなんですよ、うん、なので人のこと、僕のこと見えませんかとか、うん、私のこと分かりませんかとかっていう人いっぱいいるんですけど、うん、一切分かりません、うん、あの私自分のことしか落ちてこないんで、うん、でそれで、あ、じゃあ観客じゃなく参加者だと思って、うんうん、すごいまたそれも躊躇したんですけど、うん、そうでしょう、あの応募の最後の締め切りの日に、はい、その国道場、これを主催されている国肉マンさんの方に参加しますと、はい、それまでハグハグ女神だったんですけど、はいはいはい、そのために紅葉の方に明るいに2層で方面にっていう名前で、名前変えて参加しますみたいな感じで参加しますって出したはいいけど、当日まで何を勉強していいかさっぱり分からない。勉強するね、どこでどう勉強していいかも分からないしね。そうなんです。その申し込みしたのも13日の4日前とか3日前にそれを送って、でとりあえずエッチなビデオとかを、はい、夜中にそういうサイトに飛んでレズビアンとか検索してこうやって見てたりとかして、はいはいはい、ほうと思って、ほうほう、でも見るだけじゃ分かんないじゃないですか、うん、いやどうしようって思った時に、うん、その前日にとある、会がありまして、はい、そこに参加しませんかっていうお誘いが来ていて、うんうん、もうその方の主催する会はもう、うん、あの師匠という、はいいう方なので、もうはいかイエスの返事しかないので、うん、もうはい、はい、行きますと言ったところ、はい、その会場ですごい琴を弾いてらっしゃる女性がいて、はいはいはい、もうその音がまさにその訓二の流れそのものだったんですよ。これだわと思って、流れだ、うん、そう、こういう感じで行けば絶対もうすごい気持ちいいと思って、うんうん、あ、この音だけもうインプットして帰ろうと思って、でその琴の音を心耳に刻んで、もうその大会に行って、あの通りやれば絶対大丈夫、いけるいけるみたいな。その曲今日流したりできないですかね。いや、その曲、うん、憧れっていう曲で、うん、めちゃくちゃこうなんていうのかな、女性のこういうたほやかな心情を、はじめこうなんだろう、憧れっていうぐらいだから、うん、死をなんだろうな、なんていうの、憧れていてこうしずしずと進むんですけど、うん、だんだん情熱的になってきて。すごい感じにこううねっていくような、もう引き上げていくようなことの音で、うわーと思って、うん、でそんなのがありまして、うん、そのことの音もあの6月かな、うん、CD できるそうなんで、あ、素晴らしい素晴らしい、紹介しますよ、うん、はい、ぜひぜひ、はい、うん、あの巫女的な能力のある方のそのことの音なので、やっぱりちょっとね変わってる、そうね、その曲のリズムに合わせてっていうのはすごくイメージできますよね。オーケストラじゃないですか、うん、ね、そういうマグワイって、うん、だから、まあ、それを入れて参加しました、うん、はい、そこまでですね、とりあえず。そういう想像力的なことっていうのは、うん、おそらく日本人は得意、うん、ですね、なんでしょうね、うんうん、はい、まあまあ、うん、国はそれぐらいで、それぐらいで、はい、今日は食です、食ですね、はい、食と性という、はい、そう、はい、テーマでやることになっておりまして、うんうんうん、はい、そう、うん、ね、前回お話しした後に、そう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 、ね、お蕎麦屋さんあの、ね、近くのところで食べながらお話しした時に、うん、ね、ああそうなんだから、とあるところにある椅子に座った話だったんだよね、うん、確かね、その椅子っていうのがやっぱり音とか音楽なんですよ、うんうん、音や音楽を耳で聞くんじゃないのね、
あの動物って耳があるんですけど、うん、耳がある動物ってすごく少なくて、うんうん、耳なんかない生き物の方が世の中にはすごくたくさんあって、うんうんうん、そういう動物たちがどこで声を聞いてるのかっていうと、うん、体で聞いてるし、いわゆる振動なんで、うん、背骨で聞いてたり体で聞いてたり体が共鳴して音が聞こえる、うん、で耳なんかで聞こえるような音っていうのはその何音域っていうのが本当に限られて、そうじゃなくてもう体でいわゆるボディソニック的に聞くような曲音っていうのはすごいんだよみたいなことで、それを体感できる椅子があったんですよ。でその椅子に座るとその音が体に入ってくると体温が上がるのね。体温が上がると例えばいろんな病気とかがんだとか全部消えていくじゃないですか。免疫力が高くなって、そういうのを音で体を治していくっていうような椅子があったんですよ。でそれに僕が座った時にあの何億年かの旅をしたのね。そこでふーっと意識がだんだんなくなってって、その間にずっとなんか過去まで僕はその時行ったと思うんだけど、であのお腹の中で子供って胎児の時って例えばほら尻尾があったり何があったりっていう形があるじゃないですか。それだから、いわゆる動物の進化をお腹の中でこう経験していって最後子供になって生まれてくるんだけど、そのもっとずっと先っていった時にまだ人間が単細胞生物だった頃はどんな生活してたのって言ったら、生物単細胞だ、細胞同士が食べたり食べ合ったりしてて、でそれがそのまんまあのその中の遺伝子が残って何があってっていうのから始まって、だんだん生物が進化していったんだろうなっていうと、あ最初は食べることと生殖つまりセックスは一緒のことなんだ、だから食べるっていうことに対して僕らがすごくセクシャルな気持ちになるっていうのは、食べることとセックスは一緒なんだっていうのをその椅子に座ってた2時間の間にふっと目が覚めたら気づいてたんですよ。でそんな話を、うん、したんでね、うん、そうだから私は食べるの大好きなんだなって、あと食欲と性欲って比例するなと思っていて、やっぱりあのね、人間の三大欲求っていうのは食欲と性欲と睡眠欲だけど、睡眠欲の方は、ね、体リセットしたりする方で、アグレッシブなのはもう食べることとセックスすることだからね、この2つが一緒だし、なんかねあの最初卵子があって精子が入ってで分裂するじゃないですか。最初に4つに分かれたここが口と肛門なんだって。そこから始まってこうね、だから最初に一番最初にできるのが口らしいんで、まあ、そういうのもちょっと神秘的だなみたいな感じでね。その話の続きをいただくと、はい、その口と肛門が4つに割れた時にできるじゃないですか、うん、で、まあ、肛門ってまあ性器に近い部分で、うん、その性器同士を合わせてマグワーブセックスをすることになるんですけど、うん、同じそのなんとかな体の内臓の出口と入り口としたら口も同じぐらい敏感な部分なんですよ。 そうだね。うん、だから性器と同じぐらい感受性が強いというか、もう本当に受け取ることができる部分を、うん、その抱擁、私は抱擁を普及してるんですけど、抱きしめてほっぺにキスをするっていうところまでがワンアクションで抱擁なんですけど、ハグとは違ってその最も感じやすい部分を相手のほっぺた、しかも脳に距離がすごく近い場所にくっつけるっていうことは、もう2年前の記憶あるもんね、ちゃんとここにあるあの柔らかい唇がというのがね、うん、あのめちゃくちゃ性器をくっつけてることとほぼ同意義なんですよ、うん、なのであとこの考えてることだったり、はい、それが距離的にもすごく短いのでバンって伝わってくるんですよ、うん、であのなんていうのかな、なかなか相手の人体にその自分の一番敏感な部分を触れさせることってしないじゃないですか。日本の人って唇を相手にくっつけるってことをしないの で、うん、でそれをするとどれだけ情報量がこの唇からブワッて伝わってくるかっていうのは、実際ハグをしてほっぺにキスしていいですかって言ってチュッてすると、本当にその人が普段表しているもの以外のものを
なんて五感っていうか、もうその触ってる手からもそうなんですけど、うん、唇からもうわーって流入してきて、あと自分の思いも逆にブワーって相手に、うん、唇を通してなんて直接触の情報伝達みたいなのができるんですよ、うん、もうものすごい情報量、もう USB 刺しちゃったみたいな、そう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 、本当そうそう。でもそれがあの普段から自分のなんていうのかな、感情をオフにして、うん、満員電車とかでもつり革に捕まって、もう周りのその人が多すぎて、それをいちいち受信してたらおかしくなっちゃうぐらい、日本人って本当にこう肌感覚が敏感な民族なので気配とかすごい感じやすいんですね。だからもう満員電車とかの時はみんなオフにしてこう無になって乗ってるんですけど、それがあまりにも継続しすぎると本当に鎧のようにその殻が厚くなってしまって、自分も発信できないし、自分もなんて相手のことをキャッチできない、そういうもうセメントに覆われたような人がいっぱいいるんですよ。でもその私の女神ハグっていう抱擁をするとどうなるかっていうと、もう抱擁された時点でもうびっくりしてるんですけど、いつされるのかと思ってずっと止まってるんですね。でその後ハグしていいですかって言ってハグして、はい、うん、でその後にほっぺにキスしてもいいですかって言われて、もうその瞬間にちょっとほっぺにキスをすると、うん、もうハグだけでもびっくりしてるのに、ほっぺにキスされるともっとびっくりするから、その常に厚い5センチとか10センチぐらいのセメントで覆われてる人もパリーンって割れる瞬間があるんです。そうすると割れたこのほっぺと唇がくっついた場所から、もう全然それまで表に現れなかったその人の本質、魂の振動数なんていうのかな、もともと持ってらっしゃるものがバンって流入してきて、もう目が死んだようなイワシのようなサラリーマンの人いるんですよ本当に。でその人に名刺交換しますって言って、うん、ハグしますって言ってハグして、離れた瞬間にもう目キラキラしてで、なんていうのかな、うん、その本当はあのそんな人じゃないんだっていう、もっと堂々としていて男らしくてっていうのがある人なんだっていうのも分かったりとか、うん、その逆にすごく流暢にもう何千人の人の前で話している政治家さんとかともハグしたことあるんですけど、そしたら真逆で、もうそんな大きい人じゃなくて本当に小さくて、もうちっちゃいちっちゃい男の子の感じが伝わってきて、うん、もうすごい怖くて震えてる人なのに、うん、なぜこの人はこんなに堂々と人前で話せるんだろうとか、うん、だからそれぐらいのそれをなんていうのか突き動かす使命みたいな、これを僕はやらなきゃみたいなものがあってこの方はされてるんだなとか感じたりとか、なんていうのかな、その見た目ではすごく恥ずかしいから何かやるときに吹っ切れないとできないっていうから、もう極端にこっちに振り切っちゃわないとできない人もいるよね。だから常になんかこう派手なこうパフォーマンスとかをしてらっしゃって、すごいね目立つ格好とかしてる方とかは本当に中身は全然違うっていう場合が多かったりします。まあ、そのままの方もいますよ。もうねエネルギー満載でそのままがバーって出てる方もいますけど、うん、青い鳥でなんかここでくるっとダイヤモンド回しちゃうみたいな世界でね、お、うん、全然違うものが見えてくるもんね。なのでこう一人一人、しかもその見える、うん、なんだろう、唇で感じられる内容って、うん、同じ人とハグしても、うん、私にはそう見えたけど別の人はそれが見えないかもしれないとか、いろいろあるので、うん、そうそうそう、波長が出してるものに共鳴するかとか、うん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 、そういうのもいろいろあって、あといろんな波長にチューニングできる人っていう特殊な人もいたりとか、もう乱波長ですぐ変わっちゃう人とか、うんうん、なんかそういうのもそのハグキスを抱擁をたくさん重ねてると、うん、私も前は多分全くもう自分のことでいっぱいいっぱいの、そのもうセメントの厚い人だったので、もうセメントの厚い状態でいろんな人とその抱擁を重ねていて、うん、大体3000人ぐらい実地を積むと、うんうん、ああってなんか分かったっていう瞬間があるんですよ。それがあの1万1人とハグをした、うん、あのダイヤさんっていう男性の方がいて、はい、その方 と対談した時に3000人なんだよ、うん、3000人なんだよって2人で言ってて、そう3000人するとなんか分かるよねみたいな、ハグっておーっていう瞬間があって、うん、やっぱそれって人から聞いたり本で読んだり、うん、SNS で見たりテレビで見て伝わるものではなくて、それぞれお一人お一人が経験値としてデータベースとして重ねていかないと分からない世界だから、フェイスブック
の講座をよくやるときに、とにかくまず最初は線なんだけど、線、人 の, あのお友達作ったところでまず風景が変わるよって言って、で3000人だとこうだよっていうような話も、うん、3000あるんですか、ありますよね、うん、そうそう、うん、そうなんですよ。その走るスピードって私ちょっと呼んでるんですけど、電車とかでたまにこう一緒に走ってると、うん、なんて乗ってる人たちが顔がよく見える時あるじゃないですか、うんうん、でも自分がゆっくりで相手がブワーって走ってると相手の顔なんて何も見えないじゃないですか、表情も見えないじゃないですか。だからそのもし先にこう進んでらっしゃる自分の師匠みたいな方がいたら、うん、ものすごいスピードで進んでらっしゃるから、その方が 見えてる世界と私が見えてる世界って全然やっぱり同じ場所にいても違ったりするんですよね、うん、あ、俺ね昔ね山手線と京浜東北線で平行で走っててナンパしたことある、うん、はい、電車の中であの窓同士で会ってそこでウィンクして次の駅で乗り換えて、うん、ある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 、さすが、それはそのタイミングをいつも狙ってますから僕は、そ、ね、当時は、ね、いやいや本当そう、うん、あのウィンクね大事ね、大事ね、もう日本人しないね、もうびっくりしちゃう、うん、だからこそウィンクすることで、うん、もう一瞬でアイコンタクトできて一瞬で相手が何を持ってるか分かるんですよね。そう、いや、あの僕電車の中で、あの反対側の通路があって反対側に座ってて、座った時にパッと座った時にしか目が合わないんですよ、うん、絶対、うん、その時必ず相手もどんな人が来たかなって、うん、で最初に会った時にウィンクした時に3つのね、うん、あの何人だあるんですよ。何でしょう。1つはもう 見ないふりして寝たふりしちゃう人、うん、はいはいはい、もう1人は睨む、わお、バカじゃないのっていう感じで睨む、はいはい、3つ目はクスッと笑う、私です、その3つですでこの3つの方法で、はい、でも3人とも認識はしたんですよ、僕がここにいるっていうこと、うん、それに対して3つのアクションがあって、その方法それぞれに、はい、あの次のアクションをどうしたらいいかが出てくるんですよ。うーん、どうするの。でね、前ね睨んだ人がいた、はいはいはい、睨んだらもうおしまいじゃん、まあね、ね、睨んであっと思って、うん、でしょうがないんで、はい、まあ仕事の途中だったんで仕事で駅があって降りなくちゃいけない駅があって降りて、はい、仕事が終わって夕方になって、うん、電車に乗ってパッと釣り革持ってふっと見たらそこにいたんですよ。え、もう一回、うん、向こうがあっていう顔するわけ、もうすごい、また会いましたねみたいな感じ、そういうだから種まきを一生懸命するっていうのが、うん、これ大事、ね、大事大事、めちゃくちゃ大事、うん、その通り。いや私法要は日本で普及してるのは大和なでしこに普及してるんですよ。ちょっと女性限定って、そうそう、女性限定でやってるんですけど、うん、これなぜかっていうと日本で男性がするとセクハラっぽくなってしまうので、うん、もう日本の法要は女性がしたいなと思った相手に女性からするっていうのでいいと思う。みんなにしなきゃではなく、自分からしたいなと思った相手に女性発信でするっていう形に取りたいんです、うん、で男性はどうするかって言ったら、そういうハグされるような人になってくださいっていうのが私の基本思想なんですけど、男性じゃあどうやってアプローチするかっていうと、やっぱ今言われたウィンクなんですよ。ウィンクって離れてても距離があっても、ウィンクの一番いいところは相手がなんか嫌な顔したら目にゴミが入ったようなふりしてごまかせることなんですよ。いやいやいや、うん、それはだからそうなんだけど、だからそういう言い方してだからやってみなっていうことができる、うんうん、恥ずかしかったら目にゴミが入ったふりすればいいから、うんうん、とにかく山手線一周回ってこいとそうやってトレーニングをさせるんですけど、素敵だなと思う女性に出会う瞬間ってそんなないからね、うん、そう会ったらもう全部男性はウィンクしまくってほしい、そんな感じ、うんうん、本当にそう思う。でその会ったらすぐウィンクする、まあそれがもしできなかったとしたら、うん、僕がいつもあのいや出会いがないんですっていうたくさんいるじゃないですか。そういう人たちに一番最初にやってみろっていうのが、うん、とりあえず家を出て外歩いてて、あこの人いいなっていう人がいたら、それをその日の一等賞、頭の中にね、あこの人がいいな、うん、でそれでずっと他に人とすれ違いながら、うん、その人よりもいいなっていう人がいたらそこで乗り換えるんです、うん、わ今日の一等賞こっちに乗り換え、でそれを1日やるの。そうすると最後の最後に今日の一等賞はあの人だったっていうのが頭の中にあるじゃん、うんうん、でそれを1週間やるとどんなことが起こるかっていうと、うん、あこの人昨日も会ったとかね、あ
この人と毎日すれ違ってたって全然気がつかなかったことに気がつき始めて、あと自分のタイプってこんな人なんだっていうのが分かるようになってっていう、これが僕の第一ステップ。そこからじゃあ次ウインクとかね、そうね、そういう順序ですごくいいと思います。そんな話をしてましてですね、そうね、あ、じゃあちょっと一曲流しましょうか。ちょっと用意してた曲があるんで、はい、じゃあそれを聞きながらちょっと軌道修正をしましょう。はい、はい、ちゃんのあだ桜を流させていただきました。確かりんちゃんは昨日がバースデーライブということでおめでとうございます。去年は行けたのかな、で今年はちょっと残念ながらちょっとお伺いできなかったんですけれども、おめでとうございます。ということで、はい、で今ちょっといろんな話してたんですけれども、ほら、最近どっかの中学校の先生が、校長先生が、ね、少子化対策っていうことを、2人以上子供を産んでくださいっていうね、話がありましたね。いろいろと
あの物議を醸してですね、うん、でいろいろな方がいろんなことを言ってるんですけれども、うん、でもあれはね、もっともなんですよ、うん、あれを、ね、あの否定する人ってやっぱり確かに、うん、あの子供を産めない方もいらっしゃる、うん、で産みたくないっていう方もいらっしゃる、うん、それはもう尊重しなくちゃいけないのはもう当たり前なんだけれども、でも中にはね、日本の国を滅ぼしたいっていう人たちもいるはずなんだよ、そこで反対してる中にはきっといるんじゃないかなと思う。そうじゃなかったらやっぱり国のことっていうのは大事なことだと思うの。でやっぱりそのそういう方たちをね、あの産めない方、本当にあの産みたくても産めない方たくさんいらっしゃるし、そういうことを尊重するならば2人じゃなくて3人4人産まなきゃいけないんだよと僕は思うよ、産める人はね。埋める人が、うん、僕なんかもね、あの偶然できまして、あらで2人目、うん、ね作ろうって思っても全然できなくて、うん、で結構いろいろ調べて何して、うん、で最後の最後に当たりってなったんだけれども、うん、やっぱりそれはそれで、うん、あの1人は埋めてもね、うん、2人目って偶然はなかなかないから、うんうん、なかなか苦労される方もいらっしゃるだろうと思うしね、うん、そういうのも見ては来ているんで、うんうん、思うんですけどね。私あと最近思うのを言っていいですか、うんうん、はいどうぞ。なんだろう、女性で40代とかもう50代近くなって、うん、やっぱり子供産みたかったっていう話をよく聞くんですよ、うん、でもうそういう方って結婚とかじゃなく、うん、もう出産してみたいっていうのがそっちの方が強いと思うんですよ、うんうん、そしたらまず妊娠が先じゃないかなと思っていて、結婚相手を探す前に、結婚相手見つかりました、結婚しました、セックスしました、妊娠できませんみたいな状態になってふーって落ちて、そのなんていうのかな、自分のやりたいことができないのであれば、まずは妊活が先でしょうってすごく思ってて、精子のある男性、まあ自分の卵子もそうですけど、まずセックスしてみて、なんてゴムを外して受精するかどうかのそっちの方を急いだ方がいいんじゃないかなってすごく思っていて、うん、まあね、人の生きてる環境っていうのが相当今ね、うん、やばくなってるから本当にそういうチェックは大事かもしれない、うん、本当に本当に。でやっぱりね、3人以上産むっていうことを、まあ、冷静にね、うん、考えてみるとやっぱり早く産まなきゃいけないじゃない、うん、でも今どうなんだろう、もっとやりたいことたくさんあるしさ、まあ、楽しいこともたくさんありますけど ね、 そうだよね。だから結局、うん、あのそういうことも考えていくと、うん、でも20代前半で第一子産んでなんて今無理だよって思うんだよ、楽しすぎるから、うん、だって今あの平均で30歳ぐらいでしょ、うん、そうそうそう、ね、それからじゃあって言ったらやっぱり結構体の負担もあるし、うん、ね、うん、まあ、あの女性だけじゃないですよね、うん、男性の協力も絶対必要だし、うん、そういうのも含めて考えてって、今の日本でじゃあね2人以上産めとかっていうのはすごく無理言ってると思うよね、うん、だからその前にやんなくちゃいけないことたくさんあるでしょっていうのは、それは政策の問題から何からたくさんあるんだけれども、うん、でもそこをね、まあ、あの考えたら何もできないんで、うん、そうすると今の話はうん確かに、うんうん、その通りだとは思うんで、何を自分が、うん、自分の人生の中で経験したいかっていうのに照らし合わせた時に、うん、結婚なのか、うん、新婚生活なのか、うん、本当に出産して子育てしてみたいのかとか、うん、そうそうね、うんうん、そういうことをもっと話さなきゃいけないんだよね、うん、あの小さい頃から、うんうん、そういうお話はあの日本だとどうしても性の問題ってタブーになっちゃうけど、うん、もっともっと話題の中に入っていかなくちゃいけないし、うん、そういうのが日常的に会話されるような世界じゃなくちゃいけないとは思います、うんうんね、でやっぱり世界中の倫理観みたいのがあるじゃん、うん、例えばフランスはもうカップルのうち3分の2は、うん、あの結婚してないですもんね、一緒に住んでる、そう、うん、で3分の1の人が結婚して、そのうちの半分は離婚してる、結婚っていう制度に乗ってる人が少ないんだ、結婚っていうのと、だからあの男女の、まあ、恋愛なのか子育てなのか、うん、そういうのは全く違うジャンルなんだよ、うん、だから大統領の娘さんが未婚の母だったりすること全然当たり前の話じゃない、うんうん、
でそういうあのなんていうの国としてっていうか民族としての倫理観みたいなのがあるよね。でイギリス、いやイタリアなんかは本当カトリックの国だから離婚できない、うん、だからもう結局最初から結婚と恋愛は別っていう文化があるわけ、ね、はいはい、で日本はどうなのって、ね、今ねぐっちゃぐちゃでね、日本としての国の倫理観みたいのがわけわかんなくなってるよ。そう思いますね。でそれをちゃんと日本人のライフスタイルとして一つなんかねちゃんとしたものがあるといいなって僕はすごく思ってて、うん、で前から俺が言ってるのは、うん、もう結婚は全部通い婚にしようって、うん、うん、で源氏物語の世界はそうでしょ、だってあの女性は自分の生まれた家についてて、うん、そこに男の人が忍んでくるわけですよ、うん、でその頃とは今の、 あの人権の問題とか男女平等とかそういう問題全然違う、今の時代の通い婚ってすごくね、うん、あの心地よいんじゃないかなって気がするんです。されてる方います？周りで。まだいないですけど、うん、でも例えばあの生まれた家に自分がいるということを考えてみれば、うん、子育てっていうのもね、お父さんお母さんが、ね、まあ、一緒にいてくれて、また、うん、じゃ兄弟がいて、うん、その中で子育てができて、そうすると自分が今度働きに行くこともできるかもしれないし、自分の財産を自分で作ることもできる、でなおかつ男がそこにやってくるわけで、男としてはきちんとした格好できちんとした仕事を持って来なかったらいらないよって言われちゃうわけじゃない。そうなるとだから一生懸命頑張るわけだ。で女性としてもだらしなくなってどんどん太ってって何やってってのうなってきたら男来なくなっちゃうから、うん、それじゃまずいなと思うから、それはそれなりの緊張感を持って、うん、というとあんまり悪いことがない、うん、で男が来ればマスオさん状態じゃん、うんうん、でそういうようなのがすごく子育てとか、うん、あのライフスタイルとして合ってんじゃないかなみたいなことを前々から思っておりまして、うんうん、女性が通っちゃダメですか？ああ逆はあってもいいかもしれない、うんうん、でも、ね、そんな風なのは昔から平安の時代からあった話だから、うん、そこにまあまあ近づけるような感じでいいのかななんて思ったりはする、うんうん、通い婚ね、うん、まあ、いろんなパターンがねありますよね、ありますね、うん、あそれであとあのほら国別の、うん、セックスの頻度と回数っていう、うん、昔何年か前に発表されてて、おいおい日本は最下位だよっていうのがあったんですよ。すごいのあれなんだよな、ギリシャなんだよな、1年間に164回、平均回数ですからね。でそれからずっとこう来て日本が、年間平均で48回、これが最下位ですみたいな、うんうん、やっぱりもっとたくさん、うん、頑張りましょうみたいな話なんだけど、それを今回この表を見ようと思って、うん、検索してた時に出てきたのがこれだ、セックスのうまい国ランキング、はい、日本は、世界トップ5に入っておるそうです。すごい、うん、へーっていう感じでね、これはあの、セックス満足度をセックスの回数で割ってみた、うん、するとだからまあ回数が少ないから1回はしっかりやろうみたいな感じなんですかね、どうなんですかね、分かんないですけどね。ラブホテルに行ってとか時間を取ってとか、この前ね、この前フランス人が、うん、あの日本で感動したものっていうか、うん、これはあのフランスでも流行るだろうっていうものを3つ挙げてました、うん、1つが、うん、お弁当箱、はい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 、でなんかフランスはあのもう 2時間ぐらいかけてお昼を食べるみたいな習慣があったのが、最近はそうも言ってられなくて30分とかってなっちゃって、うん、そうするとやっぱりお家からお弁当を持っていくなんていう選択肢があるんだけど、うん、その時に日本の弁当箱って最高みたいな感じで弁当箱なんだって、うん、で2番目がねうなぎなんですって。うなぎのあの甘じょっぱいあのタレがフランスにはなくて、これが本当に良くて、でもううなぎはフランス持ってったら流行るよ。で3つ目がねラブホなんだって、んそういうのってないらしいですよ。ないんだ、うん、だからじゃあどういうふうにしてるの、ね、って言って、いやちょっと車の中でとかなんとかとかこっそりとかって、そうかいう形になっちゃうんで、うん、あのラブホっていうのは、うん、もうあれは世界に誇る日本の文化だって言ってましたね。いや本当に日本はセクシャルに関しての工夫と、うん、バリエーションと、うん、もう本当に
探求心旺盛な、ね、世界でも類を見ない国だと私は思っていて、うんうん、私の無限発想の女神的な意見を言わせていただくと、うん、はい、日本って世界中の人が観光で集まる風俗立国になると思ってるんですよ。北海道すすきの博多のなんとかって、うんうん、いろんなところに素敵なそういう風俗の、うん、はい、ね、場所があるじゃないですか、うん、ありますあります。でしかも日本って高齢化社会なので、うん、もう一番最初におじいちゃんおばあちゃんになっちゃう国だから、うんうん、バリアフリー もう全土としてこう一番最初に進んでいくから、なんていうのかな、高齢化の人がそのもう最後の最後の時まで現役で遊べる楽しい国になるはずなんですよ、うんうん、もう日本中がアミューズメント、もうディズニーランドみたいな高齢者の、うんうんうん、でそうなるともう車椅子で飛行機も乗れて、うん、そういう風俗関係のお店まで、うん、もう自由に行けて、うんうん、でそういう遊びも、うん、なんていうのかな、障害があってもなくても、うん、高齢でもそういうことができなくても、うん、もう最後の最後まで生を楽しめる国、うんうん、本当に桃源郷みたいな感じで日本ってなっていくイメージがあります、うん、それはいいですね、福祉と性、福祉と性が融合する、うんうん、めちゃくちゃすごくみんなが来たい国になるはずなんですよ、うん、日本って、うん、でその一端を担ってるのが私、はい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 、国、まあ、私もあるとある風俗嬢のために書いた歌がありまして、うん、はい、まだこれ曲ついてないんですけども、はい、誰かにちょっとつけてもらおうかな、はい、じゃあそれで今後じゃあずっと続けて番組やりますか、なんていうのも面白いかなと。面白いですね、うん、いや今日もね本当そういう意味では興味深い話たくさん、うん、もう時間がなくなっちゃってるんですけれども、これは今日ちょっと衝撃的な記事を、いわゆる風俗で働いてる人の中の貧富の差、うんうんうん、もう風俗最後の砦が風俗だったわけですよ、うん、でも今風俗やったって儲かんないっていう、うんうん、とんでもない時代になりまして、うん、でしかも風俗って最後の砦だと思ったけど、それよりもっともっとひどいブラック企業がたくさんあってみたいな、ね、うん、そういうような話がちょっと今日出てて、この記事衝撃的だったのは風俗っていうのを認めてるのが前提になって書いてあるし記事なんですよ、うん、でそんなのってなんか今までなかったんでちょっとびっくりして、これもちょっとなんか話するとしたらこんなのもあるかななんて思って持っては来たんだけどね、うんうん、結構この世界はいろいろとあると思います、うん、あと風俗されてる女性の一人一人にこう、ね、ハグするじゃないですか、うん、めちゃくちゃこうやっぱりなんていうのかな、一般の素人さんがいいとかいう男性いるじゃないですか、うん、風俗嬢はちょっと、うんうん、はぁっていう感じなんですよ私にとって。いやそりゃそうだよね、うん、そうね、まあ、だからやっぱ、うん、風俗嬢っていうシールがついちゃうだけでもうそのシールで見てる、その内面まで見ようとしてない一人一人を、うん、とか一人一人こうたくさんの叫びがありたくさんの何がありというね、うんうんなんかあっという間にもう時間になってしまいましたんで、はい、ええ、でも結構面白い話ができたよ。いや本当に、うん、そう素敵な方がいて、うん、そのさっきの食の話も、うん、この第3回で優勝した月尾さんという方もその食と性の話をされてて、はい、人が人を食べるっていうことに私はちょっと興味があって、うん、食べたり食べられたりするっていう表現をするんですけど、僕アウシュビッツの人たちは食べる目的じゃなく髪の毛を編み込んだ絨毯とかを作っていて、うん、あれは許せないとかね、でもこう生きていくためにどうしても光ごけのようなお話で、うん、その船長さんが食べて生き残ってその人を弔う意味を持って食べるっていうのとはまた意味が違うとか、すごいこういろんな性も食もこう考えてらっしゃる方が多くて、話しててすごく脳が揺さぶられます、はい、はい、脳を揺さぶる番組はどんどんやっていきたいです、はい、うん、ということで、何の段取りもなくですね、はい、始まりましてこんなお話で50分間進めさせていただきました、はい、また次があるかどうかはこの後またいろいろと相談しながら、うん、考えていきたいと思いますが、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、親指姫のその前にということで、こんな番組ができましたということで、またぜひまた来て、はい、うん、はい。
まあ、ご意見ありましたらぜひメールいただければと思います。あとはどれぐらいこれで視聴回数が増えるのかちょっと楽しみにしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あ、じゃあ今度あ後で見てその僕が書いた歌、はい、ちょっとね歌詞を見てほしいなと思います。